犯人はまだ捕まんねえのか。あれ、かけます。入れ、520番。どうしたんですか、北条刑事、こんなところに。少し痩せました？ご飯食べないと甘い。お前とおしゃべりしに来たわけじゃねえんだよ。そうなんですか。じゃあなんで捜査一課のエース様がこんなところに。奥多摩で起こった一家殺害事件知ってるな。ええ、まあ今のニュースはそれしかやってませんから。複数人の犯行だと睨んでるが、未だに情報が全くない。その上この豪雨、捜査が難航してると。そう。なるほど。で、なぜそれを僕に。お前、この事件をどう見る。ん？今回の事件に関するお前の意見だよ。北条刑事、もしかして僕に協力を求めてるんですか。死刑囚である僕に。どうしたんです。おい、勘違いすんなよ。私は今すぐにでもお前をぶっ殺してやりてえ。おー、現職警察官の言葉とは思えませんね。発言には気をつけた方がいいですよ、今のご時世。すぐ炎上しちゃいますか。ただ上の命令だから仕方なく来てやってんだよ。上、上司ですか。バカか、もっと上だよ。へえ。お前がこの事件解決に協力するなら上から何らかの褒美が出るらしい。褒美？なんでそれ。詳しくは知らねえよ。ただまあそれなりのもんだろう。舐めてるんですか。僕は死を受け入れています。あなた方に協力する義務も意味もないですよね。具体的な条件も提示できないならお話にもなりませんよ。お引き取りを。お前よ、そこまで偉そうに言うが本当何も分かってねえんじゃねえか。だから協力しない体を装ってる。完璧な自分のイメージを崩さねえために。ええ、そうかもしれませんね。そんなんじゃ挑発したところで意味ありませんよ。あなたのやり方は熟知してますから。なんで私と会った。ん？私としか話さないと監視に行ったらしいな。そういえばなぜ。なんでだと思います。私が聞いてんだよ。協力するかどうか迷いますね。警察がここまでおバカだと。あ？犯人は単独犯ですよ。複数犯なんてありえない。なんでそう思うんだ。あの現場を見て直感できないなら刑事は辞めた方がいい。単独犯ですよ。条件は一つ、僕とバディを組んでください。は？あなたの捜査に同行させてくれるならいいですよ。いや、それは保証相手はあなたじゃないでしょう。上にそう伝えといてください。ではまた近いうちに。昨日会った子がさ、まあ、福岡の子で結構動画見てくれてる子やってんけど、深夜2時ぐらいかな、なんか急に泣き出して、急に、で、どうしたんみたいな。そしたらその、いやなんかこんなに優しくされたの初めてで、みたいなことを言ってきて、まあ優しいから女の子に。で、でもまあ普通の子やったのね。だから、いやそんなことないでしょ、みたいな。どうしたんみたいな。そしたらなんか話を聞くと、彼氏に浮気をされてみたいな。1年ぐらい前なんですけど、そっからもう人のことを信じれなくてみたいな。遊ぶようになったんですけどちゃんと付き合えてないんですよねみたいなことを言われて、で俺さ、ほら1ヶ月付き合っとったやん、この前別れたやん彼女と。あのそれ浮気されとったよね。浮気されとったのと、あとは元彼と隠れて会っとったみたいな。とんでもない子で、そのファンの子やってんけどね、会いに来た子で、で俺のこと大好きで推しですみたいな感じの子で、いい子やなと思ったから付き合ってんけどさ、そのまさかやんか。で俺は浮気せえへんから、その自分の美学の問題で、俺は美しいと思わへんの、浮気をねするやつを。だから俺はせえへんけど、されたこと初めてでさ、ましてやそんな子に。でうわなんて心ぐちゃぐちゃになって、でそれ俺は動画で言ってなかったやん、浮気されてさとか。でもなんかその子がそうやって泣いとったから、実は俺もさって言って、ほんと二人で2時間ぐらいかな、もうほんと号泣して。なんか、頑張ろうぜ、みたいな。あかんで、浮気は。